将棋将棋の先鋒拒否者五筋位取り五筋位取りとは、将棋における先方の一つである。稀に、中央位取りとも呼ばれる。現在では、単に、五筋位取りという時には以下に記すように、虚否者が振り飛車対抗策の一つとして五筋に位を取る先方のことを指す。中飛車の変化で振り飛車側が五筋の位を取ることは五筋位取り、中飛車と称することもある。 天皇山とも言われる午後の位を取り、敵陣を圧迫してゆく、タイブリッ戦法の一つ。昭和後期には代表的なタイブリッ対策の一つであった。特に時給戦型を大山康春が愛用していたことでも名高い。しかし、振り飛車側の対策の進歩もあり、現在のプロ棋戦での採用率はかなり下がっている。トッププロの一人、 藤井武氏がイメージと読みの将棋官にで有力な戦法であり、さらに研究すれば勝率5割を超えることも可能と分析しているように、戦法自体は優秀なのであるが、定石の研究があまり進んでいないこと、同所で他のトッププロ拒否者等5名がこの戦法は難しく、また勝つイメージがないとしてそもそも刺さないとしていることも、あまり刺されない要因の一つと見られるという。5 6 右銀を展開するタイプと、左銀を展開するタイプに対別される。左銀型は急戦策で、5七銀左型の急戦からこの形になる。引き角から4五歩と仕掛けていくのが、攻め筋の一つである。左銀型の1例 A は有名な形で、これは図面の位置手前に振り、飛車側としては先手が急戦の構えを見せたので、 左金を5にではなく3に金と左の方に上がったもの。このため先手も9戦を回避し5個ほど位取りに来た局面。振り飛車側は左銀型の1例 b のように4個ほど位を取ってから反撃する手法もあるが、すぐに54歩5に飛と反撃して54銀4、5銀と左の銀を活用するのもある。先手挙飛車側はここで同銀同歩四一銀と、すると五個飛があり、 同銀同歩に四歩も四四角に三歩制、四三金、または五五比。五五比を放置すると五八比なり同金8八八、角なり同玉五五角の筋がある。このため先手は四五銀には五七銀とし、以下五四銀であると同銀、三六銀であると二六飛三五歩四六銀と運ぶことができる。したがって振り飛車側は先に四三金と構えておいてから三六銀に二比。 または4三金に変えて1四歩1三桂、または1四歩1五角3七銀を狙う。1四歩1五角は1四歩としておくことで、先手の2四歩2五比の墨取りを防いでいるもの。右銀型にも準急戦策があるが、持久戦になることが多い。4筋からの回線や6筋の不交換などが狙いとなる。ただし6筋の不交換は、 図のように組むのが理想であるが、振り飛車側もろくにひや5にひなどとして、スムーズに組ませないように反発し回線する指し方があり、イメージと読みの将棋館にで、谷川浩二がこの逆襲作で玉型の差が響くとして、やる気がしないとしている。イメージと読みの将棋館にによると、平成以降から2010年までに、 右銀型が26局刺されて、先手が10勝16敗と苦戦しているが、左銀型は18局刺されて、先手が11勝7敗となっているとしている。勝率の上では5分であるが、振り飛車党の藤井以外の騎士にとっては、実際に刺したことがなくても勝ちにくいというイメージから、刺されない戦法となっているという。藤井システム対策として、 端しを突きこさせた形から第二から一図のように、引き角に組み上げてから一飛車穴熊に発展する刺し方が B 級戦法の達人などで示されている。これは左銀型の例で、この時先手は右銀を576879と移動させている。今泉健二がアマチュア時代にひどい目にあった戦法として挙げており、穴熊に組まれてものすごい作戦負けになったとし、瀬川昌司も、 一時期やっていたことがあったという。図のように組まれると振り飛車側から動けなく5筋の位も大きい。居飛車5六銀マイナス4六角の形もすごい、後継で、藤井システムに悩まされている人にはおすすめであるという。そしてこの線形の最大の長所は、戦後関係なくできることであるとしている。また、第2から3図のように、左身のに組んでから振り飛車側の4五歩に5五歩を、 決めて刺す手段も、一時期登場した。ただし左身のであると通常の五筋くらい取り戦法に、比べて飛車側は五筋が弱くなっているので、振り飛車側は早めに四三銀六三金を四歩の、応戦、拒飛車側は四五の歩をかすめ取ってから七九角に四歩、などや米長玉銀冠への組み替えを狙いとする。左身のタ振り飛車の攻めのバリエーションも参照。 1980年代以末に、タマル・のボルがご機嫌中飛車の出出しを利用して五筋の位を取って、相位飛車に持ち込む飛車戦法を多く指している。かつては相掛か,かり、新旧対抗型でも、ご手球型側が中央の位を取る戦術が多く指されていた。タマル・のボル、振り飛車破りユニーク戦法による。なお、たまは現在でも五筋位取りを用いる数少ない、士の一人、 戦術は伝播する、小筋くらい鳥の、プチブームマイナスは、ドロやノート。戦術は伝播する、小筋くらい鳥の、プチブームマイナスは、ドロやノート。2021年1月21日閲覧。大戦将棋研究、相掛か,かり名難将棋大会ブログ名古屋。大戦将棋研究、相掛か,かり名難将棋大会ブログ名古屋。2021年1月21日閲覧。 大戦将棋研究、相掛か,かり名南将棋大会ブログ名古屋。大戦将棋研究、相掛か,かり名南将棋大会ブログ名古屋。2021年1月21日閲覧。ありがとうございます。